9月3日土曜日朝。あれか、2日にかけてやるんですもんね。じゃあまだ終わりではないのか。さあ今日はいよいよ学園祭うまくいくといいな。そうっすな、行きましょう。おー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 、どうした？ Ladies and gentlemen、 いよいよ合同学園祭のスタートだ。はい。開会の挨拶は後でか。目立ちたがり屋のあいつらしいな。まあ閉会もそうだろうな。すげえすげえ、いっぱい店がある、楽しそう。やる気があってよろしい。こういう時は元気だな、次郎は。ね、堅苦しい話は抜きだ。存分に楽しんでいけ。これは命令だ。いいな。いやー、跡部さんに命令されたいっす、自分も。こういう時まで偉そうやな。まあそれがね、彼のなんだろう、アイデンティティみたいなとこあるじゃないですか。それを望んでいる人間もいますからね。さあ、アトラクションコンテストは午後からだし、午前中は模擬店を見て回ろうかな。え、見て回るですか。うわあ、なんかいっぱいいるけど、あれ、目当ての人間がいない。ほう、そういうのもあんの。そしたら越前龍馬のところに行けばみんなに会えるってことになるんじゃないの。そうだよね、多分。おうおお、結構繁盛してるな。みんな忙しそう。どうしようかな。え、手伝う。え、いや邪魔しちゃ悪いだろ。ちょっと待ってくれよ。なんか自由でいいらしい。かけてみよう。誰に声かけようかな。大丈夫かな。手伝いましょうか。それそれそれ、藤先輩、手伝いましょうか。うん、ありがとう。よかった、手伝うんだったら全然いい。終わったわ。何やったん。せっかくだから見ようか。売り上げはどうかな。あー、売り上げはどうかなとかにな。お化け屋敷。おうおう、雰囲気出てるな。やっぱそんな感じなんだ。あー、話しかけられない。うーん、倉庫、今倉庫見に行って。なんでこんなに広いんだろう。そんだけかーい。本部は忙しそうにしてるかしら。今あの飾ってあるボロルシップの言葉別にいいわ。あー、じゃあ言うて話せるね。でも邪魔になるし嫌だな。でよ、どうしたらいいんだろう。あれかな、他の学校のことを話す機会ってことなのかもな。そしたらダダダダーのところに行くか。こんにちは。なんじゃ焼きとは珍しいかも。かわいい。入ってくれないですか。ちょっと入ってくれないと僕が阿久津先輩に怒られるです。助けると思って入ってほしいです。かわいそう。それはごめんなさい。ああ、行っちゃったです。かわいそう、怒られる今から。何やってやがる、まともに客引きもできねえのかてめえは。ああ、ごめんね。すみませんです、ごめんなさいです。かわいそう。もういい。中に入って手伝え。いや、何なんだろうね、阿久津人という男。どうしようかな。別に誰でもいいような気はしているんだが、あれだな、ルドルフの喫茶店もちょっと見ておきたいよね。こっちの喫茶店とは違うから。おお、すごいね、ルドルフって書いてある。へえ、おしゃれな喫茶店。ようこそいらっしゃいました。どうぞ中へ。あの遠慮はいりませんよ。さあ、また今度にします。ま
た逃げられた。どうもシナリオ通りに行かないのが気になるな。あれじゃない、ちょっと推しが強いとか顔が強いとかそういうこともあるかもしれないな。さ、では、お、これより各テニス部有志によるアトラクションコンテストを開催します。お願いします。司会進行は六角中の1年生部長葵健太郎でお送りします。君はそういうのが得意なんだね。始まった始まった。みんながステージで何かやる。そろそろ藤先輩の出番よね。見よう。え、どうなんのどうなんの、見てるだけでいいのかな。ほうみんなやるね。すごい歓声、負けないように声出さないと。藤先輩頑張れ。いや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 、歌ってるところに頑張れはどうなの。気づいてくれたかな。おお、気づいてくれたっぽいね。来てくれたんだね。そうです。はい、声援ありがとう。よく聞こえたよ。マジで、ちょっと恥ずかしかったです。頑張ってくれたんだね、僕のために。まあそうです。結果発表まではまだ時間があるし、一緒に模擬店見て回ろうよ。ああ、はい、そうですね。はい、そうですね。それじゃあ行こう。はいはい。あれか、私が勘違いしてるだけで2日とかないのか。もう本当に今日で終わりか。え、どうしよう。今から、お化け屋敷は、お化け屋敷入れないっぽい。あ、そうなん？え、あ、キャーってやりたかったな。そしたら院長のところに男連れのところ見せよう。店に行こう。すごい喫茶店だね。ね、わあ。よう藤川、よく来たな。あ、運営委員長、それじゃあここが評定の。後部、この喫茶店は君の趣味かい。めっちゃ女いる。右奥。ああそうだ、どうだ、なかなかのもんだろう。うん、ゴージャスすぎ。ああすごいよ。心込めろ。おお、見る目があるな。気に入ったぞ、入ってけ、俺様のおごりだ。今の聞いてた。後部、あの委員長。なんだ運営員。周りに並んでいる女の子たちは一体。ああ、順番待ちの行列だ。え、こんなに。こんなに。うん、せっかくのお誘いだけど遠慮するよ。アトベ、待ってる子たちに悪いから。一つも模擬店見れてない。そうか、そういうことなら仕方ねえな。一人だけあの衣装の差分あるとかいう感じ。さすがですね、アトベシ。どうしよっかな。マジでこれ海の家だっけ。海の家、ここが何の何のところだっけ。もんじゃ焼き、あ、そっか、山吹だっけ。彼らはもんじゃ焼きしか出していない。お互い試合も何してる。結構繁盛してる。あ、そうなんだ、よかったね。どうしよう、行けるところマジで限られてんの。じゃあ海の家行くか。へえ、海の家だね。面白いよね。やあ藤井、来てくれたのか。ああ、そっか、この人あれじゃん、あのボーカルユニットで一緒だったからね。佐伯、そうか、六角の模擬店は海の家だったんだね。うん、まあそうだよ。何か買っていくかい。アイス。君は何か食べる。アイス、かき氷がいいです。うん、じゃあ僕もそれにしよう。シロップは何にする。メロン、あ、ブルーハワイ、イチゴお願いします。タバスコはある。タバスコ、おいおい、無茶を言うなよ。冗談だよ、
僕もイチゴで。お前らその冗談やめろ全然通じてないからね。はい、イチゴ2つね。200円だよ。やった。はい、200円。少し行儀が悪いけど歩きながら食べようか。食べ歩き大好き。行儀が悪いんかちょっとそうなんって思っちゃったあれってなっちゃったな。そろそろ結果発表ですね。かなりいいところにはいけるんじゃないかな。いや、優勝ですよ。先輩かっこよかったですから君もお世辞が上手くなったね。冗談じゃねえぞ。お前は冗談ばっかり言うけどこっちは冗談じゃねえか。いえ、お世辞じゃないです。あ、結果発表が始まるよ。お、スルーされたぞはい覚えてる、これ覚えてる。ではこれからアトラクションコンテストの結果発表だ。いや、俺たちが1位なんでしょ。優勝チームには来年のウィンブルドンのチケットと航空宿泊券が贈られる。やばすぎ、マジか。優勝チームはボーカルユニットでしょ。違ったら笑うの演出。ボーカルユニットだ。おめでとう。いいの、ウィンブルドン。やった、優勝おめでとうございます。ありがとう。でも僕一人の力じゃないよ。みんなが頑張ってくれたからね。まあ別にそれは分かってるよ。はい、でも私は先輩が一番頑張ったと思います。そうか、そうだったありがとう。本当にお世辞が上手くなったね。なんだ、本気だっつってんだろ。いえ、ですからお世辞じゃ。この後時間ある？一緒に学園祭を見て回りたいんだけどな。ああ、ぜひ。喜んで。人が多いね。また海の家来たの？学園祭は大成功ですね。どこから見て回ろうか。先輩にお任せします。それじゃあ、少し気になってるところがあるから、行ってみよう。え、うん。ゆうたくん、いらっしゃい。あ、兄貴。いや、ゆうた、どう調子は。いや、なんか女連れの兄見るのどういう気持ちなんだろう。別に普通だろ。いい喫茶店だね。うん、俺じゃなくて水木さんが考えたんだよ。でもいいじゃない。入っていいかな。勝手にすれば。もう、なんでそんな言い方すんの。入らせてもらうよ。入ろ。うん。いらっしゃいませ。何になさいますか。さっき逃げたのにね。そうだね、何にする。え、ココア。あ、私は何でも。じゃあお任せででは、この僕のおすすめセットをご用意しましょう。はい。ああ、一つだけ注文があるんだ。え、はい。ウェイターはユータにやってもらえないかな。おお、いいでしょう、わかりました。水木氏、いいよ。あの先輩。なんだい。あのユータって人、確か弟さんなんですよね。そうだよ。ぶしつけなことかもしれませんけど、兄弟仲は悪いんですか。でもその話ちょっと聞かなかった。そんなことないよ。どうして。違うよ、なんか弟がどうとかなんか言われたの嫌だみたいな、そんな話したよね。だって弟さん、そっぽ向いてましたよ。ユータはテレヤなんだよ。違うよ。そうかな。お待たせしました、当店おすすめセットです。わぁ、紅茶のいい香り。どうだい、ユータも一緒に。ダメだ、仕事中なんだから。かわい。そう、水木、しばらくユータを借りるけど構わないかな。お前勝手するね。ええ、結構ですよ。15分程度なら。まあ休憩は必要だしな。だってさ、ユータ。どういうつもりだよ、兄貴。本当だよ。話がしたかっただけなんだけど。まあね。彼女連れてるくせに何言ってんだ。べべべべべべ、別に彼女とかじゃないし、やめてくださいよ、そういうんちゃうし。しばらくならいいよね。いや、否定しろ。え？
いいですよ。先輩、彼女ってとこ否定しなかったけど、いいのかな。の！ったく、兄貴はいつも自分勝手だな。もっと言ったれ。そうかい。僕はいつもユータのことを気にしてるんだけど。気にしててもそれがね、おせっかいだったりすることもあるからね。わかる？だからそういう言い方はやめろって言ってんだろ。そういう年頃なの、ユータくんは。なるほど、弟さん、先輩にこうやってからかわれてるんだ。弟さんっていうのやめな。それであんな風になっちゃったのかな。ユータはうちに帰る気ないの？またその話か。いいだろ、俺は寮暮らしが好きなんだから。うん、好きなことしてんならいいよ。ちゃんと掃除してる。だからほっといてくれよ、母ちゃん。うん、元気そうでよかったよ、ユータ。なんか鬱陶しがられるかも。なんだか微妙に話が噛み合ってないような気がする。もういいだろ、仕事しないと。そうだね、話ができて楽しかったよ、ユータ。うわぁ、ったく、かわいそう。そうだ、来週の日曜は帰ってくるんだよね。わかんねえよ。うーんってなっちゃった。相変わらずだね、君のせい。あの、ん？なんだい？私、なんだか弟さんが他人とは思えなくなりました。じゃあ、ユータのお姉さんになってくれるかい？おい、ふざけるなよ。冗談だよ。お前、今日だけで何回冗談だよっつってんの。やっぱり私、弟さんの代わり。あれだよね、なんか藤俊介の良くないところって、からかってるっていうか、一回本気の言葉出して相手の反応を伺って冗談だよって言ってる感じがするんですよね。お前良くないぞそれ、マジで。自分の言いたいことを自分の言いたいことをさ、言った上で冗談だよで逃げるのって本当良くないと思うな。もう来なくていいからな。うん、ダメだよ、お客にそんなこと言っちゃ。てめえは客じゃねえって。兄貴は客じゃねえ。ユタくん、ありがとう、一緒のこと言ってくれて。おやおや、よう。はい、私。あんた、よくこんな兄貴と付き合ってられるな。おお。ああ、付き合ってるっていうより遊ばれてる感じかな。何？遊びなのよ。あ、違った、からかわれてる感じ。そっか、同情するぜ。なあ、あ、弟さんにまで同情されちゃった。二人で何話してるんだい？お前のこと。あ、いえ、何でも。兄貴。ん？彼女、任せるなよ。彼女ちゃうし。ユータ、急ね。え？あ、いや。大丈夫だよ、そんなことは絶対ないから。おわ、え、行こう、他も回らないとね。いやー、怖っこいつ、マジで恐怖を覚えるんだけど。なんかドキドキするべき場所なんだったと思うんです。でもね、ちょっとね、学園祭1日目は無事に終了。明日もいっぱいお客さんが来てくれるといいなね。2日目ちゃんとありました。セーブして、もう寝よう。